Klar. この状況で目覚めるなんて奇跡だわ。私はヘレン、あなたのケアを任されてるの。まあ看護師みたいなものよ。あなたは全身の骨が折れて、とにかくひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私は、まだ無理は禁物よ。ゆっくりなじませないと。さすが空軍中尉、華々しい経歴をお持ちなだけあるわね。私を知っているのか？言ったでしょ、あなたのケアを任されてるって。ケアだけじゃないのよ、とっておきの情報もあるの。この男に会ってピースを奪いなさい。あなたにはそれが必要よ。ベガを倒そうとしているあなたにはね。よろしくね、チャーリーナッシュ。頼みがある。力に。道を示す。行くぞ。タリア、立ち向け。遅い。トルアレア。拳拳で4匹目だ。
主の心には波一つない。だが抑え込むだけではいずれ波に飲まれる。今一度お主が秘める波動と向き合うがよ。向き合う。戦士の魂は我に帰る。なんてはずだ。てはならぬ。戦士の魂を食らう者の話を聞いたことがある。その者は多くの戦士が必要とされる時、つまりこの世界の危機に現れるのだと。世界の危機。
時のお嬢さんか。さっきの黒い月のニュースは見たが、しばらく依頼者とメロを。定時連絡、潜入に成功した。連続ハッカー行方不明事件についてだが。無視するわけにもいかないしね。その子を放してやれ。安心、こっちの用事が終わったら一緒に逃げような。お嬢ちゃん、助けたつもり。え、君捕まってたんじゃないの？そう見えたの。なんか訳あり？じゃあとりあえずこいつ知ってる？ビンゴ。こいつどこにいるかな？ありがとう。事情はわからないけど、後で一緒に逃げような。でも映画様に背くようなやつは消してやる。跡形もなく。の方がいいです。お早いお月ですな。お、まあまあ旦那、俺はダチを迎えに来ただけだって。話し合おうよ。タッチの差ですよ。それはこれ欲しいの。じゃあこれとダチを引き換えにってのでも。ごちゃごちゃ言わずにそれをこのファー様によこすです。落ち着けって。問答無用です。バカだ。
けか。さあ、祭りの始まりです。4時間前、東京上空で確認された未確認物体、通称黒い月ですが、当然、我が神月の衛星、万寿者も捕捉しています。増大中、 120%、 130%、 150%、 180%、 210%、 情報処理部門からの報告によれば、ニューヨーク上空高高度において強い電磁波が急激に。
あれを爆発させましたのね。確認されている7つのうちの1つと思われます。その影響を受け、マンジュシャゲも機能を停止しました。朝までに詳細な報告を。覚悟していただきますわよ。復旧の予測、つきません。市内7カ所の被害が特にひどく、全く連絡がつきません。黒い月爆発の影響によるものと思われますか。超高高度爆発による電磁パルス、これほどの広範囲で発生させるだけの技術力か。例のハッカー行方不明事件と関係があるのでしょうか。いつもいいタイミングで来るな。さすがだ。お前たちはこれよりニューヨークへ向かい、例の事件とのつながりを調査しろ。私も同行するわ、ガイル。予備電源、入ります。よろしく頼む、チュンリ。ええ、こちらこそ。どうして、なんで他の月は爆発しねえ。つくづく人の話を聞いてないですね。他の制御機はとっくにあの研究員が持ち出していたです。私が速やかに一つ取り戻したから、この町だけは予定通りに電子機能を破壊できたです。ところで、あなたたちはその間何をしていたですか。それを言うなら、この計画は貴様が責任者。研究員ごときに起動プログラムを書き換えられ、その制御キーを持ち出された失態、責任を取るべきが誰かは明らかだろう。しかもシーンズ計画を遂行した私に対して聞き捨てならない物言いです。そもそもたやすく奴を逃がしたのはお前たちが無能だったからです。幹部同士が攻防し合いか、それもまた一興だな。うわー、メガ様のサイコパワーがより強大に。これぞ PSA 爆発の効果。チーンズ計画が成功すれば、メガ様は最強無敵に。無駄口は無用。もう一つの仕掛けとやらはどうした。ははこちらに。メガ様のお力、サイコパワーから力を得る兵士でございます。制御キーを取り戻すまでの間、さらに多くの恐怖と絶望をお力の足しといたしましょうぞ。ただのデクじゃねえか。何しやがる。まあそうおっしゃらずに、お二人とも一度試すですよ。デク人形一つ、まさか怖いとはおっしゃらないでしょう。愚か、そのような手に乗っていただくですよ。てめえ、やろう、絶対殺す。
汚らわしいクルスが。バイル。バイル。この辺りだ。ベガ！待て！あなたたちはまた！お前の相手は私だ。死の重りを邪魔を。バイレン切り捨てて。バイレンバイレン終わらせてやる。助かった。お前もシャドルを。ああ、黒い月の剣で奴らを追っていた。ニューヨーク壊滅にはシャドルが絡んでいる。シュンリー、さっきは冷静さを失っていたな。ごめんなさい。もうあんなことはないわ。それにしても黒い月、あれが爆弾だったなんて。そのことだが、シャドルーも黒い月を完全に制御できているわけではない。どういうことだ。黒い月を制御するキーが奪われたという情報がある。内部分裂があったか、スパイが紛れ込んだか。例の事件と関係がありそうだな。例の事件？連続ハッカー行方不明事件。年齢、性別、国籍もバラバラ。幼い子供も含まれているわ。組織的な犯行も視野に入れて、各方面から捜査を行っていたところに、あ
の黒い月で。そのハッカーたちが黒い月を作らされていたと。ええ、残り6都市での爆発は絶対に阻止しなければ。無理するな。もう一つ確認したいことがある。これをお前に届けようとしていた ICPO の職員がシャドルに襲われた。差出人は不明。なぜ職員が襲われたのかもまだ判明していない。そいつは。まあ無視するなら無視したら、その方がこっちもやりやすいし。俺は逆巻く風のラシード。そのピースをもらいに来た。黙って渡してくれ。バカ。そいつはとっても大切なものなんだ。無理にでももらってく。恨まないでくれよ。ピースって何？教えられないな。悪いね。え、ちょ、なんで？バカ。くそ、とにかくこれの回収が先か。はっ。あんたも情報をもらってたんだな。ってまた虫かよ。
紹介する手間が省けたわね。彼はナッシュ、もう一人の仲間、ピースの追跡者よ。あんたもピースを？でも一体どうして？彼はそれ自体に興味はないの。ベガと戦うためにピースを奴らの手に渡したくないだけ。今回は時間通りね、ジュリー。これがあんたの手駒ってわけ？冴えねえ面ばっかだな。あら、私の目が信用できないの？そこまで言うなら味見させね。そうだな、お前だ。じい、誰も聞いてくれないよ。わか、行くぜ。じい、下がってろ。終了終了。本気出さないな、このまま死ぬか。もうか。もう十分でしょう。集まってもらった理由を説明するわね。全然足りねえよ。なんだったらお前も。黒い月ニューヨークを混沌に陥れたあの月をこれで制御できるとしたら。は？ちょっと。そんなチャッチーもんであの月を制御するって？それだけじゃないわ。黒い月は混乱、恐怖、憎悪、悲しみ、人の負の感情を最大限に引き出す。そう、サイコパワーの源となる負の感情をね。七つの月のもたらす混乱でサイコパワーを増大し、最強の力を手に入れる。それこそがシャドルのベガの狙い。その素敵な計画を私たちがめちゃくちゃにしてやるの。悪くねえな。私の狙いはあの男ベガだけど。奴らにピースを渡したらサイコパワーはさらに増大する。ベガと戦うならそれを阻止しなきゃ。それに黒い月の開発には行方不明となったハッカーたちが関わっていたそうよ。あなたの探し人もその一人よね。なら私たちと手を組んだ方が効率いいでしょ？そうだな。わかっ。だが協力するなら教えてくれ。あんた一体何者なんだ？そうね、私はこのような場所でこそこそと企み事か、ネズミめ。ユリアン様、貴様の泥人形はこれか？その説はお力添えいただき。敵を見に来ただけだ。仮にも世の技術をくれてやったのだ。波の人形ではないはずだな。お言葉ですが。おたくわむよ。叶えてみせる。貴様、ほら。
それまでか。暴力反対反対、決着はついただろう。触れるな。あ、ゲローメがそのような手で世に触れるなと言っておろうな。ユリアン様、今はどうかお心をお鎮めください。まあいい、せいぜい世を楽しませることだな。ごめんなさい、あなたはまだその体を使いこなせていなかったのね。でも仕方ないわ、だってあなたは死んでいるんですもの。またまた、嘘だよね。目を閉じて。心には触れられないけれど、少しだけお手伝いをすることはできるわ。さ、まさかさっきのってマジ？マジなの？いいわ、少しはマシになるはずよ。さっきは言いそびれてしまったけれど、私の話。私はベガが大嫌いなの。この世を滑るにはもっとふさわしいお方がいるわ。だからシャドリーを潰したいの。こんなところでいいかしら。ではもう一度確認するわ。私たちは同じ目的を持っている。シャドルの計画を潰してベガの首を取ること。つまり私たちは仲間というわけ。あの男のベガの命がある間はね。お庭番衆の報告は以上です。次に国務省から。あんた、はあ、ヘレンの情報通りってわけね。随分と不作法な客人ですわね。こういう形のピースあるだろう。それを俺に渡してほしいんだ。ならばかかっていらっしゃい。え、いや、ここは穏便に。欲しいものは実力で手に入れる。それが神月家の家訓ですわ。集めようと。もしかして黒い月と何か関係があるのではなくて。参った参ったって。ったく、強いだけじゃなくて頭も切れるんだなあんた。
悪いね。でもこれは絶対悪用しない。約束だ。信じてくれとは言わないけど。いや、信じてくれ。なんとか家のお嬢さん。ほい。柴崎、今すぐリスト上位の格闘家に連絡を。よう、修行の方はどう？いや、俺たちにはこっちの方が合ってるよな。へへ、行くぜ。始めよう。飽きない。波動拳。エリア取れ。波動拳。波動拳。発売決定。波動拳。波動拳。総力拳。波動拳。いい攻めだった。ふう、ギリギリだったぜ。ん？神月のお庭は何の用？シャドルが黒い月によって世界を混乱に陥れています。神月家はこの事態に対処するため格闘家たちに協力を要請しています。お二方にもお越しいただければ。分かった。とりあえず俺だけそっちに向かう。そう伝えておいてくれ。ケン。お前は修行を続けろ。何？俺がお前の分も活躍してやるってことだ。その代わり、全部終わったら修行の成果を俺に見せてくれよな。ああ。じゃあな。その先の答えとやらを楽しみにしてるぜ。それについて何か分かったのか？現時点で駒が送られたと判明している方々は全て神月家のリストに名前があります。ただいまこのリストにアクセスした人間を調査中です。そちらの情報は？黒い月はシャドルがさらってきたハッカーたちによって作られたものだ。その駒もハッカーが作ったものだろう。現在ガイルがシャドルに潜入している協力者に接触し、それらの詳しい情報を追っている。潜入捜査とは面白いですわね。何はともあれ、シャドルが駒を欲しがるなら渡すわけにはいきません。追加の情報が届き次第行動を開始します。礼儀を教えて差し上げる必要があるようですよね。排除します。やってごらんなさい。
なた方もまだ暴れ足りないようでしたら、私が直々にお相手して差し上げますわ。いや、結構です。そうっす、もう満足っす。ジカプリ、黒い月を制御するキーだそうだ。制御装置に駒を認識させると爆発プログラムが作動する。肝心なのは同じ駒で月を緊急停止できるらしいということだ。そしてその制御装置はシャドルーの基地にあるというわけですわね。シャドルーが掴んでいる駒の所有者リストだ。これで全員集まりましたわね、あの方以外。あら、あなたにもコマが送られていることになっていますわ。おお、そういえば何か小さなものが来ていたな。工業中だったので友人に預けたぞ。ご友人はどちらに？確かインドにいるはずだ。俺が取りに行こう。俺も同行する。他の所有者はニューヨークのレスリングチャンピオンとブラジルの柔術家ですわね。ニューヨークは交通と通信が遮断されていると聞く。私が行こう。ブラジルは俺だな。私も行くわ。キャミーにも来てもらいましょう。あなたは？私は伊吹さん、ミカさんと共に一足先にシャドルー基地へ参りますわ。メル、おお、どうしたメル、ママと一緒だったんじゃないのか。一緒に行く、メルも行く。メルが波動拳を使えるようになったら一緒に行こうな。波動拳、おお、うまいぞ。父さんが出かけてる間、メルがママを守るんだ。ああいうのいいわね。ケンは来なくてもいいんじゃないか。家族がいるならここに残って守ればいい。守りたい人がいるから見過ごせない戦いもあるんじゃないかしら。私の父がそうだったように。すまない、そんな顔をさせたかったわけじゃない。ただただ、わからない。私には家族のことは。ガイルさんたちが立たれました。私たちもすぐに出発いたします。では後ほど基地でお会いしましょう。静かになったな。
怪我は大丈夫ね、立てる。うん、さあ逃げましょう。待ちやがれ、逃がすわけにはいかねえ。逃がしたらどいて。逃がしたら飯抜きにされんだよ。逃がせ。我慢しない。それノエメル、助かったわ。エネーロが怒ってる。ごめんなさい。どこ見て歩いてんだよ。聞きたいことがあるですよ。こんな風になりたくなかったら素直に答えるんですよ。これに見覚えないですか。リゾーテの当たりです。さあ、制御機のありかはいるです。それともお前を人質に姉とやらを戻せばいいですか。ふう、ギリギリだったぜ。大丈夫か。はい。うわっ、私の服に泥が。許さないです。ふん。すぐ戻るですよ。おい待て。はやっ。大丈夫。ねえ、もしかして君松田家の人かな。そうだけど、あなたの家にこれに似たものが届いてない。さっきの奴らもこれのこと言ってたって。うわ、姉ちゃんがまた何かしたのか。なあ、俺たちにそれ譲ってもらえないか。いいよ、助けてもらったし。姉ちゃんのだけど、ちょうど今ここに。はい。ねえちゃん、でも相変わらずヒョロヒョロじゃない。もっと肉食わないと彼女に嫌われ
て。ゲブゲブゲブ。止めなくていいのかしら、これ。ケーキ漬けにもいっちゃいこうか。これが兄弟の家族のあるべき姿なのか。はい。さて、愛しい家族への挨拶はこれくらいにして。剣マスターズ、あんたの顔は知ってるよ。まさかあんたみたいな有名人が。ああ、実は君宛に届いた荷物を。弟に何かをよこせとか譲れとか言ってただろう。よりによって私の弟からカツアゲとはね。おいおい、誤解だ。落とし前、つけてもらうか。ドカンといくよ。仕方ねえか。全米格闘チャンピオン、ドカンと言ってもピンピンしてるね。やめろって。姉ちゃん、この人たちは俺の命の恩人なんだよ。あ、助けてくれたんだよ、こいつらから。あ、そういうこと。なんだ、それならそう言ってくれれば。悪かったね、助けてもらった俺にこいつ渡していいだろ。いいよ、その代わり私を連れてってよ。私はララ松田、腕はご覧の通りで、この腕が役に立ったらあんたんとこの通信空手で松田流の宣伝させて。どう？ああ、駒の礼だ。それにダメだって言ってもついてくるんだろ。よっしゃ、じゃんじゃん松田流を広めるよ。お土産は何がいい？背が伸びる薬とかモテ薬とか。いらねえよ。てか姉ちゃんの技もう松田流でも何でもねえじゃん。何言ってんだ、私はちゃんと松田流を使って。もしかして奴らの仲間か、今さら出てきた。下がってな、あんたじゃこの化け物は無理だ。ディカプリ、こんなに小さなものかな。本当にこれで強化したのか？クソ弱いままじゃねえか。
っととくたばりやがれ。マッチョ、良い攻撃だ。次はこちらから行くぞ。ぶっ壊せ。筋肉は壊れん。そっちが当たりらしい。あ、また例の勘か。あんたに拾われてから俺が一遍でも勘外したことあったかよ。ヘマすんじゃねえぞ。うれえ、マッサル。何、やるじゃねえか。けえ。主に尋ねたいことがある。強盗か。最近この辺りで増えていると聞いたが。ん、待て、話を。相手が悪かったな。強盗ではない。騙されるか。ほら、おれ、おれじゃ。やるのか。落ち着くがよい。私は強盗ではない。なんだと。すまぬが、あれを私に譲ってはくれぬか。別に大したものじゃないし、持っていきな。すまぬ。時にいずれお主も答えを求める日が来る。その時は世界に目を向けるがよい。ベガ親衛隊の。でも様子がおかしいわ。キャミ、何か知ってる？まあ敵なんだろう。じゃあ私は。危険だ。私が戦って確かめる。
の。動くな。姉ちゃん、応援連れてきたぞ。そいつはシャドルの手先だ。こちらで身柄を拘束する。落ち着いてくれ。彼女はもう危険じゃない。大丈夫よキャミ、今はその子を引き渡しましょう。お姉ちゃんが助けてあげる。助けたお姉ちゃんが。何をしている。早くその女を渡せ。やめろ。私はやめときなよ。この道ここからまっすぐだよ。それに、ったく、何度も何度も。私は基地に向かわなくては。援護お願い。ああ行くぜ。侵入せ。風に翻弄される花は美しい。この手で刈り取りたいほどに。またここに来るなんてな。待てよ、そっちじゃないだろ。月を止めるんだから制御室を探さなきゃ。ここにはベガがいるはずだ。奴を殺しに行く。いやいや、待て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 。情報じゃあの神月の奴らもこっちに向かってるらしい。月を止めるって目的は同じはずだ。一斉にかかれば成功率も上がるだろ。月を止めればベガの力も弱まって倒しやすくなるかもしれないし。私には時間がない。焦ってミスしたら死ぬかもし。なあ、何があったかは知らないけど、やりたいことがあるなら投げやりになるなよ。お前は正しい。だが正しさではどうにもならないことがある。またお会いしましたわね。そっちの執事さん、制御室の場所は突き止めたの？柴崎は我が神月家の筆頭執事ですの。当然でしょ。
よし、ならここは手を組もうぜ。昔のことは水に流してやるよ。引き抜きはご遠慮願いますね。それより、あなたは駒をお持ちなの？たく、面倒な奴らだな。しなきゃいけないんだけど、時間がない。あんたたちなら。わかりました。お引き受けします。そっちが道を間違えたんだから。そもそも置いてかれたのはあんたがトロトロしてたからだろ。ありがとうっす。ああ！てめえらの狙いはこれか？欲しいなら取ってみろ。私が。逃げんじゃねえぞ！に比べたら屁でもないっせ。さあ今度は私の番だ。ザコどもが。ザコどもが。来た。もう来た。どうだ。来た。どうして。
すまぬ、遅くなった。ここは私が。ありがとう。メローペの所有者。あなたは。シャドルーはあなたたちハッカーに駒の行方を追わせていたのね。詳しい話は後にして、まずは脱出しましょう。あの人を導くものを探さなくちゃ。あの人、やらなくちゃいけないことがあるの。だからまだ逃げたくない。あの子、一体何を。タイミングだったみたいね。見事6つ揃いましたわね。このコマを設置すれば黒い月を止められるはず。私の大事な大事な制御室で何してるですか。ここは私に。長旅でお疲れでしょ。ベガ様へ捧げるチェーンズ計画の邪魔をするとは、生かしては返さないですよ。うわ、ここで死ぬなら、物騒ですわね。相当じゃ。はい、これで。奴らの本拠地だ。潜入していたのはあなただったのね、アベル。誰かが制御室に無理やりアクセスしている。今すぐレイのプログラムを発動させるです。
貴様が制御機の所有者について嗅ぎ回っていたことに気づかないとでも思っていたですか？あいつ、あの研究員と同じようにドロリと行くですか？そう、ディセントプログラムです。これでもうお前も後戻りできないです。タラランタンタンタラランタンタンタラッバー、これでいいです、これでいいです。チンズ計画は不滅、今日絶望憎悪全ての力をベガ様に捧げ、ベガ様がこの世界に君臨するです。イエーイ。停止したターゲットが再稼働しました。なんだと？ディセントプログラム、これは高可能。データ出ました。仮にターゲットが地表に落下した場合、周囲数十キロが消滅する可能性があります。落下までのカウントダウンを表示します。各部署に連絡。プログラムです。まだこんな手を隠していたのか。各都市への直撃コース、まずいですわね。まさか。やっ、頭が、これはサイコパワー。俺から離れろ。まずい。チェインズ計画は大成功です。まもなく各都市に月が落ち、世界は混沌の渦に陥るでしょう。全人類が恐怖におののき、絶望に打ちひしがれ、その膨大な負の力がベガ様の糧となるのです。そう、世界はベガ様のものに。ふん、くだらん。なら終わらせてやる。まさかそのような姿で迷い出るとは。殺す貴様を。また死にたいと言える。セレス、地獄に戻ろう。サイクパワーに届くとでも思ったか。
うわ、痛そう。立てるかい？それで、ベガは倒せたのか？私には。そうか。まだ終わってなさそうだな。貴様、あいつも見つけられなかったってのに。友達、ガキの頃から間抜けなやつでさ、趣味で作ったゲームが大ヒットして、あっちこっちからいろいろ話が来てたんだけど、散々迷った挙句選んだ会社がシャドルー系列だったって。騙されたんだろうけど、結局あんな月とかを作らされてりゃ世話ないよな。あいつは昔っから人生の迷子で、ド派手に道を間違えちゃもう君しかいないラシード様なんて泣きついてさ。そんでありがとうの一言も言われたことねえんだ。ひどいだろ。でもさすがに今回は。どちらにせよお前は続けるのだろう。旦那、失ってるだけなの。何とかして止めないと。うん、ならばアベル、お前の全てを俺にぶつけるがよい。この筋肉で全てを受け止めてやる。渋いっす、ザンギエフ様。いやいやいや、
突撃だ。だがまだまだ筋肉力が足りん。待ってな。すごいっす。さすがっす。カリンお嬢様、そろそろ。分かっています。あなたたち早く。うん、承知した。行くぞ。あ、はい。了解っす。この気配。カリオ様。聞きましたよ。ギリギリだった。あ、ちょっとごめんよ。何勝手に。で負けただろう。あらら、せっかく何もかも捨てて助けたのにな。やめろ。こりゃもう治んないぜ。やっちまうしかねえんじゃねえの。醜い人形にもこのような役目があったとはな。過去の記憶との相克から生まれる美、失われたと思っていたが、新たな美見せてもらおう。共に狂い踊ろう。邪魔をするなよ。参れ。見せてくれ。いい感じの変態だな。
でもそいつは私が先に目つけたんだよ。遊びたいなら他行きな。無粋な真似を。無粋はそっちだよ。私たちの邪魔しないだ。なんてな。貴様に用はない。じゃあどっちかな。やり損ねたか。やっと起きた。そうか。飛行。今はな。あの女か。ひとまずは戻ってきましたが、私たちは体制を整え次第再びシャドルー基地へ向かうつもりです。あの月を落とさせるわけにはいきません。俺たちは一度アジトに戻るよ。ヘレンが何か掴んでるっぽい。私がわかる。なあ、あんたが俺を止めてくれたんだな。ありがとう。ナッシュ。忘れ物だ。気持ちもわかるけど、テレビが情報を手に入れてるかもしれないだろう。皆さんお揃いね。
花月を止めるって？ええ、もちろんよ。そのための手段を見つけたわ。方法があるのか？ええ、あなた次第だけど。あの人のお友達、導くものへ。コマンドを見つけた。迷える者に道を照らしたまえ。我、汝の名を呼ぶ。これを解けば、月を止められる。私は、プログラムを読むことはできるけど、心は読めない。でも、あの人のお友達のあなたなら、きっと。コマンド。暗号のようね。もちろん、あなたにはわかるのでしょ？ああ。さすが逆まく風のラシードね。黒い月の開発者さんとあなたの友情に拍手。コマンドが発動すればシャドルの計画は水の泡。楽しみだわ。そしてあなたがベガを倒す。私は私にできることをする。だが奴の息の根を止めることはできないだろう。バカなことを言わないで。その力がないからだ。だが彼らなら。黙りなさい！あなたを蘇生させるのにどれだけの犠牲を払ったと思っているの？勝てないですって？あなたは勝つのよ。あのお方のお力を得た者が勝てば予言が。私は死者だ。死者の時は止まっているが、奴のサイコパワーは大きくなり続けている。私が。この後に及んで臆病風に吹かれたの？いいわ、教えてあげる。あなたの時は止まってなんかいない。わずかな猶予を得ただけ。まさか永遠にそのままだなんて思っていたの？いずれ近いうちにその体は壊れて消えるわ。薄汚い死者に次なんかあるものですか？分かっている。何ですって？私には時間がない。だからやるべきことをやる。おい、待てよ。待っていた。お前が来るのは。これで。
収まらぬとは。行くがよい。この者はもはやただの贄ではない。私たちはシャドルー基地へ向かいます。ナッシュたちは先ほど報告がありました。彼らは月を止める方法を見つけたようです。そいつはすごいな。なら月の方は任せて、俺たちはベガーを倒すか。俺も行こう。ずいぶん待たせてくださいましたもんね。その分働いて返すさな。頑張りましょう。黒い月、落とせません。全ての攻撃が無効化されてしまいます。各都市の避難状況は。どの都市もパニック状態で 50% にも達していません。130日の静寂の後、炎と水を等しくたたえた金髪の子が現れ、真に慈悲ある民の願いを耳を貸すだろう。これはユリアン様。飼い犬に手を噛まれた無能がいるそうだな。まだ終わったわけではございません。良い知らせを期待している。チャリチャリチンチンポーン、チャリチリチンチンポーン。俺が月を止めるまで待ってろよ、リナ。Thank you.
張したようだな。はい。ここは私たちが。お願い。あれはサイコパワー。あなたたちも。はっ！あっ！私が直々にお相手して差し上げますわ。光栄に思いなさい。勝負しろ。てめえが言うな、クソデブ野郎。口悪すぎんだよ、てめえ。やめろ、やめろ。サイバーリャーアーリャーイーソーどっちどっちサイエンうまくだよ。他も危ないな。さっさと逃げてりゃよかったぜ。このまま無事に済むと思って。もちろん無事に済むわけがありませんよ、あなたが。絶対に許しませんわ。
待って。役立たずどもめ、せっかく強化してやったのにこのざまですか。せめて奴らを道連れにするですよ。ひねりんち、眼差しだ。その瞳を絶望に染めるダンスの時間だ。バルログ。さあ、踊れ。君をいざなう。邪魔をするな。踊れ。しゃ。はい。踊れ。はい。もっと！ディカプリオ！ふっ！呼んでくれよ。こんな楽しいことやってんならさ。なぜ？こっちに来たいってさ。焼いちゃう。こっちはこっちで楽しくやろうぜ。邪魔をするな。侵入者待ってて、はい、放つよ。
黒い月を停止させるコマンド、こいつか。ほんと間が抜けてるよ、お前はさ。こんな簡単な答えとかセキュリティ的にどうなのそれ。え、な、何？全機能停止シーケンスを開始しました。何してるですか？タッチの差だな。何を？ああ！何をしたですか？もう誰にも止められるはずが。知らなかっただろう。あの月の機能を全部停止する夢のコマンド。あいつの最後の仕事だ。あの研究員ですね。制御キーを盗んだだけでなく、こんなことまで。キャー！もっと早く始末しとけばよかったですよ。今、なんて言った？貴様の大事な大事なお友達を始末した。と言ったです。そうかよ。しびれ毒決まったですよ。敵は取ったぜ。これでもさすがに今のでもう限界みたいですね。さっさと死ぬですよ。お友達があの世で待ってるですよ。ベガ様がいらっしゃる限り、この世は地獄になる定め。あの世で静かに暮らすです。ぬ、な、ああ！サイコパワーが消えた。ここは…
私の PSA に余計な真似を。いまいましいです。でもでもまだ間に合う。あなたは絶対に許さない。出来損ないの人形風情が生意気です。残念、あいつにはまだ会えそうにないな。なしぶといです。この人形が、人形が、貴様のせいで。人形じゃない、これは私の意志。死ねばもう誰にも。まだ死ねない。私はまだ死ねない。少しなんだ。邪魔すんな。何度来ても同じことで、貴様は我がサイコパワーには勝てぬ。俺は俺の勝利を手に入れる。
地獄にでも拾いに行くがいい。貴様の勝利とやらを。追いつきの停止に成功したのか。遅いぞ。この程度のこと。世界救っちまったな。これが切り札だ。貴様、死ぬつもりか。面白いジョークだ。サイコパワーが…ああ、あなたが頑張ってくれたのね。寂しかったでしょう。リュウ、行って。うん。ベガ様！てめえ、殺す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 ！邪魔はさせないわ。みんな殺すか！行かせない！リスケ！早く！リスケ！やった！やった！
この混沌か、やはり貴様がここにたどり着くか。かの者を倒したその力、見せてみろ。倒すための力ではない。これは進むための力。力は力、全ての力が最後に行き着く先、それが究極の戦い。今こそ、この時を待っている。どうかけろ。まだだ。
ありがとう。行こう。あれだ、せっかく一息ついてるってのに。もしもし。お疲れ。このメッセージを聞いてるということは止めてくれたんだね、月を。なんてこういうのを一度言ってみたかったんだ。でも止めてくれるって信じてたよ。なんだって逆巻く風のラシード様だしね。ありがとう。じゃあね、ラシード、残りの人生楽しんで生きてくれ。さようなら。なんだよ、今まで一度も言わなかったくせに。シャドルは滅びました。ですがベガを撃った者は、文書の定めとは少々異なる結末。悠久の時の中で起こりうる些細な誤りなのか、それとも。申し訳ございません。世界は灰色の未来を迎える。生と死、再生と破壊のバランスは均衡すべきなのだよ。では私についてきたまえ。
降臨。待たせたな。気を引き締めるにはいい時間だった。相変わらずだなお前は。さあ見せてもらおうか、お前が見つけた答えってやつを。まだや。
へっ、なるほど。もうこいつは必要ないみたいだな。格闘の道に終わりはない。俺にはこれが必要だ。そうか。